こんにちは、Dスケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日はレゴボタニカルコレクションの新作セットをチェックします。まずはレゴボタニカルコレクションについて簡単に説明します。このシリーズはここ数年で怒涛の新作ラッシュが続いています。大人向けレゴの一つとして2021年からスタートしましたシリーズになっています。今までに3つのセットが発売されましたが、記念すべき第1弾は盆栽のセットで、その後フラワーブーケ、ストレリチアが発売されています。ご覧の通りですね、レゴではあるんですけども、レゴとは思えないハイクオリティなデザインのシリーズになっていて、しかもブロックではないので水やりも必要ないですし、日当たりも気にしなくてもいいので、まさに手間いらずのいいこと尽くしのレゴ製の植物だと思います。そんなボタニカルコレクションシリーズに新たに2つのセットが追加されることになりましたので、早速見ていきましょう。まずは10309多肉植物、パーツ数は771、価格はレゴ公式で6280円、2022年5月1日発売予定になっています。サボテンやエケベリア、アロエなど全9種類の多肉植物のセットになっています。このようにそれぞれが独立した黒い容器に植えられているようなモデルになっていて、これをこの赤い棒状のジョイントパーツでそれぞれをくっつけることが可能になっています。自分の好きなようにカスタマイズして組み合わせることができますよね。飾りたい場所に最適なサイズでカスタマイズしたり、その時の気分で変更したりできるのは本物さながらとても素敵ですし、もちろん組み合わせることなくこのようにバラバラで飾って楽しむのもありですよね。いや、改めてね、こうやって見ても5つの植物のモデルどれをとってもクオリティがめちゃめちゃ高いですし、レゴのパーツの使い方が本当にすごいなと思います。改めてレゴのデザイナーさんの凄さを感じられるセットだと思います。続いては10311コチョウラン、パーツ数は608、価格はレゴ公式で6280円、2022年5月1日発売予定になっています。青いフルート型の花瓶に入ったピンク色の花びらが特徴的なコチョウランのセットになります。ちょっと待ってください、これ本物ですよね。いやー、ちょっとすごくないですか。もう本物と見分けつかないぐらいの超絶ハイクオリティなモデルに仕上がってると思います。この花の部分の再現度がとてつもなくすごいと思うんですが、その何と言いますか、花の咲く向きだったり、あとは葉っぱや茎の向きがとても自然なんですよね。もちろんレゴで作られているので、この花の向きなどは自由に調整ができるそうでして、この茎についた小さい花びらのパーツもとっても可愛いですよね。そしてサイズも高さが39センチ、幅が30センチ、奥行きが24センチということで、これもまた実物に見えるサイズ感になっているんだと思います。いやー、改めて見ても本当にすごいセットが登場したなと思います。はい、ということでレゴボタニカルコレクション2022年の新作セットをチェックしました。今回の多肉植物とコチョウランが追加されたことで、このシリーズは全5種類ということになりました。どれもとても素敵なセットばかりですし、ちょうど5月は母の日、そして6月は父の日があるので、全然レゴとは無縁で全くね、今まで手を取ったこともないような方へも、この手間いらずのレゴ製の植物、プレゼントするのもありですよね。2021年に発売したセットも、まだレゴ公式オンラインストアやレゴストアで購入できるセットもありますし、僕もこの盆栽を買おうか買わないかを1年ぐらいずっと迷っていて、まだね、購入には至ってないんですが、そろそろね、在庫がなくなりそうな気もするので、早いところ決断しようと思っています。そしてこの盆栽のセットでちょっと小話があるんですが、このセットが発売した時にレゴスターに見に行きました。そこでお孫さんと一緒におじいちゃんが買い物をしていて、もちろんお孫さんはレゴをね、購入していたんですが、そしてね、それにプラスしておじいちゃんもこの盆栽のセットをね、購入していたんですよね。しかもね、これ今でも鮮明に覚えてるんですけど、そのおじいちゃんがですね、ニコニコ笑顔でわしも買っちゃったって言いながら、レゴストアを後にしたのをね、目にしたんですよね。この光景をね、目にして、いやー、レゴはかなり幅広い層に本当に届いてるんだなって実感しましたし、レゴ社が最近力を入れています大人レゴへの展開、狙い通りだなって思いました。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。